人のお父さんお母さんからのお手紙を読ませていただきます。2年生の2人組、前回は湊が選んだポケモンの歌、そして今回は柊花が選んだアラジンを一緒に演奏することになりました。前回も今回もお互いが選んだ曲を初めて聴くところからスタート。それでもとても前で楽しんで練習していたね。家が遠いので一緒に練習できる回数は少なかったけど、毎回最初に会うときは照れながら二人ともよく頑張って練習したね。それではいつも通り楽しんでいこう。柊花＆湊です。よろしくお願いします。こんにちは、柊花＆湊の柊花と湊です。よろしくお願いします。今日はゴールデンワールドを聴きます。湊はこの曲知らなかったんだよね。うん、覚えてくれてありがとね。楽しかったからいいよ。それではゴールデンワールドです。聴いてください。ちょっとウクレレ。